皆さんこんにちは、八代拓です。この度私八代拓は9月19日土曜日、そして20日日曜日に京都で開催されます西日本最大級の漫画アニメのイベント京マフ2020のおこしやす大使に就任いたしました。ありがとうございます。こちらね、素敵な袴でこのような形で京都を散策できて本当に嬉しいんでございますけれども、おこしやす大使としてですね、京マフのイベントはもちろん、そしてやっぱ京都の街自体もですね、楽しんでいただけるようにたくさん PR していきたいと思っております。そして何よりやっぱ京マフとイベントですね、たくさんの漫画アニメ、作品が出展しますので、ぜひぜひ、たくさんの方にお越しいただきたいというふうに思ってます。さて、出展ブース、ステージ、グッズ販売などコンテンツ盛りだくさんでございます。チケット絶賛販売中です。詳しくは京マフ公式サイトでご確認ください。入場時間指定のチケットが限定枚数で販売されるそうですので、お早めにお買い求めください。そしてですね、今年の京マフは新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと行った上で開催いたしますので、皆さんのご来場お待ちしております。僕八代拓は9月19日土曜日のオープニングセレモニー出演予定でございますので、ぜひ皆さん会場でお会いしましょう。以上、京マフ2020おこしやす大使八代拓でした。待ってるねー。